おい、このまま終わっていいのか、ジャイアンツよ。おい、2試合で一得点。もう直樹がいい品からとか、もうそんな言ってられないよね。もう仕方ないよね。受け入れろよ。もう俺は悔しくて仕方ないよ、見ててね。アドバンテージあって、東京ドームでやれて、なんでこの試合になる？もう頼むわ。もう打線ほんまに。打ってくれ。ほんまに打ってくれ。ここ、ゲッツー取れてて、なんで負けんねん。いつもそれやんけ。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、すいません。ちょっとブチ切れしてしまいました。はい、もうみんなも一緒やと思います。思いはね。2戦連続で、負けてしまうと。戸郷、菅野で負けるなんていうのはですね、もうほんまに聞いてないよと。そんな誤算は。うん。僕は本当に、4勝1敗ぐらいで行ってくれるやろって思ってたんですけど、本当にここの2連敗っていうのは死ぬほど痛いね。うん。痛いというか、ありえないねっていうレベル。うん、俺からしたら。うん。もうほんま頼むわって。うん。このまま終わんの、おもんないって。もうホークスとやらしてくれって、本当に。見たいって。ほんまにやり返してほしいのよ。俺がいた時にね、ずっと連敗してたから、ホークスに。日本シリーズで。もうほんまにちょっとね、悔しすぎてね、ほんと言葉出てこないぐらい僕は悔しいです、今日ね。うん。まあ、気を取り直しですね。まあ今日のね、ジャイアンツ対ベイスターズの、まあ、試合解説やっていきたいと思います。はい。まあ今日の動画の構成としてはいつもと一緒でですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後に、スタメンの変更点ね、まあ昨日、まあ増田大輝選手がね、まあ使ってましたけども、今日はね、ちょっとね、スタメン変えてきたんで、その変更点見ていきます。で、最後にですね、僕が気になったところであったりとか、まあ今日で言ったら、まあオースティンに打たれたね、ホームラン打たれた時とか、そういったところをできるだけね、わかりやすくね、面白く、まあ配球チャートもね、画像なんかも挿入しながらですね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、ぜひね、ジャイアンツファンの方であったりとか、まあDNA のファンの方もね、ジャイアンツファンがどれぐらい切れてるかっていうのをね、見てても面白いかなと思うんで、ぜひね、最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、まず、得点シーン振り返っていきたいと思います。はい、ですね、今日はまあ2対1というところで、負けてしまいました。はい。本当に悔しい。もう僕はほんまに悔しいね。これに関しては。はい。まあ2試合で1得点。もういつもと一緒やんて。シーズンの時と一緒やんけて。ほんまにそう思います。はい。で、5回表でね、まずね、ワンアウト三塁から森選手に、まあ、センター前のタイムリー打たれると。まあ、その1打席目かな時も、まあ、ライトライナーみたいなの打ってたんだけど、まあ、状態いいなって感じはしてたんですよ。うん。で、それでまあ、センター前ヒット打たれるってところですね。で、6回裏。まあ、これすぐに、まあ、取り返したっていうのはまあ、良かったですよね。まあ、2アウト二塁から岡本選手のこれ、センター前。タイムリー。まあ、結局、もう、シーズンの時から言ってますけど、まあ、岡本選手がどんだけ打つかみたいなところあるんですよ。チャンスでね。だから、チャンス岡本選手に回せるか、みたいなところがあると思うので、まあ、今日非常に、素晴らしい、タイムリーだったなと思います。ただ、これ取った後すぐに取られるんですよ。まあ、これが、ま、誤算というかね、まあ、ジャイアンツにガーって流れ来たと思ったら、その一球の失投で、また覆されるというところがあったんで、まあ、この7回表ですよね。これ、セントロ・オースティン。まあ、逆球ですよね。ツーシームだと思うんですけど、まあ、このホームラン。うん、まあ、これが非常に痛いね。うん、まあ、決勝ホームランになってしまったというところですね。で、あと、まあ、0点でというところですね。はい。まあ、チャンスとかあったんですよ。まあ、チャンスは今日結構ね、ありまして、ジャイアンツの場合はね。まあ、それでも点を取れないとかね。ありましたし、まあ、DeNA の守備というところも、僕はなんかこう結構荒いちゃうかなーってシーズンの時は思ったんですけど、めちゃくちゃ硬いですね、バックが。マジで硬いんですよね。うん。まあ、それも含めて、後で解説していきたいと思います。
はい、で次ですね、スタメンの変更点見ていきたいんで、僕の顔あたりいいですね。ちょっと画像を出しながら、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。はい、まずホーム側のジャイアンツなんですけど、まあ非常に、変更点ありましたと。うん。まあ大きいところで言うと、まあ増田大輝選手がセカンドで出てたんですけど、今日は3番に中山選手。で、オコエ選手が3番から2番に入っておりますと。で、キャッチャーは今日小林選手で、サードが坂本選手なんですけど、5番に入っておりますと。はい。まあ僕の予想を、昨日の動画かな、今日の動画か、上げましたけども、まあ、おおよそ僕と同じやなっていうふうに思います。予想したやつとね、一緒っすね、ほぼね。はい。で、川崎選手が今日7番入ってまして、8番に小林選手、9番にピッチャー、菅野さんというふうになってます。はい。で、対する DNA ですけど、DNA の変更点ありません。はい。ピッチャーだけです。はい。K 投手から大貫投手というところで、まあ、この時期にね、まあ、その、まあ、巨人なんですけど、まあ、まあ、怪我人がね、出てるんで、まあ、仕方ないところはあるんですけど、まあ、こうやってオーダーを、まあ、なんて言うんだろう、CS でこんだけこう、コロコロ変えるみたいなところは、非常にやっぱりこう、今のチームの状況を表してるんじゃないかなと思うし、まあ、DNA に関してはもう、まあ、宮崎選手がね、ちょっとこう、足が、どうとかなんかいろいろありますけども、結局その前日とスタメンが変わってないというかね、固定されてるんで、ピッチャーだけなんで変わってるのね。っていうところで、まあ非常に、まあ打者もね、そういう野手もリズムよく行きやすいんで、そういうところはね。まあ自分のいつもの打順っていう感じで試合に臨めたりするんで、非常にそういったところは、まあ非常にバランスというか、流れができるっていうところですね。はい、で、ここからですね、僕が気になったところだったりか、ここをポイントでしたよみたいなところですね、できるだけ分かりやすくね、面白く、飽きさせないようにね、お話していきたいと思うんで、ぜひね、ここから見てください。よろしくお願いします。はい、いきます。はい、まず、まあ、今日チャンスいっぱいあったっていう風に言いましたけども、まず2回裏ね、チャンスあったんですよ。まあ、岡本選手がヒット。で、坂本選手がピッチャーゴロだったんですけど、まあ、その、打球がボテボテで、ランナー2塁になりますと。で、1アウト2塁から浅野選手がライトフライ。で、2アウト2塁で、開幕選手が見逃し三振っていうところ。うん。まあ、今日の大抜き投手見てまして、大体ピッチャーって、まあ、先発って4種類、5種類ぐらい、まあ、球種あるんですよ。プロ野球選手だったらね。うんで、まあ、その4球種、5球種の中でも、めちゃくちゃいいな、今日は、って思うような球種って、大体一つなんですよ。うん。例えば今日、スライダーめっちゃいいなとか、今日、例えばこう、フォークがいいなとか、大体1種類なんですよ。大体良くてね。だけど今日の大貫投手見てたら、フォーク、まあ、スプリットはいいわ、カットボールでも空振り取れるわ、っていうところで、その複数の球種がめちゃくちゃ操れてたというか、めちゃくちゃこう状態良かったんですね。それはめちゃくちゃ、ジャイアンツ打線からしたら、的が絞れないというか、例えばスプリットだけ良かったりすると、そのスプリットを狙って打ったりできるんだけど、そのスプリットとカットボールっていうところも2つ良かったんで、うん。そういったところで、非常に打ちにくかったんちゃうかなって。うん。だからまあ、要するに調子がめちゃくちゃ良かったっていうところですね。はい。大貫投手の。はい。で、これ3回裏も、これチャンスあるんですよ。これ、先頭小林選手ヒット打って、菅野さんバントで送って、で、丸さんがこれ、ファーストゴロでしょ？で、ランナー進んで、2アウト3塁で、オコエ選手を見逃し三振するんですけど、これもやっぱりちょっとこう、なんて、気負ってるかなっていう感じがありました。なんかこう、強く振ろうとはしてるんだけど、ちょっとこう、なんて言うんだろう、ツーストライク後でもですね、こう、なんて言うんだろう、引っ張りにかかってるというか、オコエ選手ってこう、なんて言うんだろう、逆方向にも打つの、うまかったりとか、結構すると思うんですけど、その長所が活かせてないなっていう感じはね、あったんですよね、この見逃し三振も。はい。で、これ4回表ですよね、これ4回表、まあ今日ね、なんで負けんねんって話なんですけど、普通で言ったらね、野球やってきた感覚からしたら、普通、ゲッツーあるじゃないですか。ダブルプレイってあるじゃないですか。ダブルプレイって、1試合で、まあ2個取られたら、まあ結構点入らんなっていう感じあるんですよ。うん。だって、ダブルプレイって、まあその名の通り2つアウト取られるプレイでしょ。で、まあそのダブルプレイを2つ完成させられたってことは、それだけで4つアウト献上してるんですよ。わかります？ 27 個のアウトのうち、4つアウト、ダブルプレイで取られてたとしたら、結構きついでしょ。あと23個しかアウトないんですよ。だけど、今日の DNA っていうのは、なんと5個。このヤバさわかります？ダブルプレイ5個取られるって相当ヤバいんですよ。うん、打線で言うと、点入らんわっていう感じなんですよ。ダブルプレイ5個も取られたら。僕聞いたことないんですよ。1試合でダブルプレイ5個取られるって。うん。なんか、調べたら CS での新記録みたいなんですね。
うん。ダブルプレイ、1試合5個取られるっていうのはね。だって5個取られるってことは、10個取られてるわけですよ、アウト。2×5 で10個っすよ。10個アウト、ゲッツーで取られてて、あと残り17個のアウトで、どうやって点取れるのって。なかなか難しいですよ、普通はね。だけど、それで負けてるっていうね、ジャイアンツが。だから、それが、まか不思議というか、もう、珍事件みたいな感じですね。本当にそう思います、マジで。はい。で、この1個目のこれ、ゲッツーも、これ、ノーアウトで、これ、牧選手、フォアボール出して、ノーアウト1塁で、佐野選手、今、調子いいじゃないですか。で、そこを、もう、アウトコースのね、カットボールで、うまいことゲッツー取るんですよ。これも狙い通りのね、完璧に狙い通りの。うん。これも素晴らしいなと思います。で、2アウトからオースティンも見逃し三振というところで、この、めちゃくちゃ強力打線ですよね。2、3、4というところをしっかりこれ4回表ね、0点に抑えると。これ素晴らしいですよね。はい。で、5回表いきます。この回点取られてしまう回なんですけど、これも結局これノーアウトから宮崎選手に2塁で打たれて、で、桑原選手バント決めて、で、ワンアウト3塁で先ほども言いましたように、森選手の1打席目も、まあ、浅野選手がちょっとファインプレーして、まあ、ライトフライになったんですけど、まあ、打球としてはすごく良かったんですね。で、ワンアウト3塁で内野手前進、もう絶対1点やらないっていうね、守備隊形を敷いてるんで、ヒットゾーン広がるんですね、その分ね。で、ピッチャーの頭バーンって超えてって、センター前ヒットになると。1球目のフォークを振りに行った。これも素晴らしいなと思います。うん。追い込まれたらもう打てないから、菅野さん状態いいから打てないから、もう初球の、もう変化球でもストレートでも何でも行ったれって、とりあえずバット当てたら前進してるから抜けるやろみたいな感じでね、振ってきて、まあそれがいい結果を生むってことですね。で、戸原志良選手も、ライト前ヒット打って、で、ワンアウト1、2塁で、大貫選手バッターボックス来るんですね。で、まあ、大貫選手9番なんで、まあ、次の1番の梶原選手にいい形でね、回したいっていうところで、ワンアウト1、2塁で、大貫選手バントするんですよ。で、ここでカットボールを、カットボール行って、カットボールってちっちゃく動くから、バットの、先端に当たるんですね。わかります?こう来て、キュンってずれるから、バットの先端にパカンって当たって、キャッチャーゴロとかになったりするんですよ。で、それもね、これも狙い通りなんですけど、狙い通りにキャッチャーゴロやって、誠司さんがサードに投げて、で、ファーストに転送してさ、ダブルプレイ。これ2個目です。ダブルプレイね。これバカでかいよ、このプレイ。うん。正直言ってね、これで送られて、梶原選手まだタイムリーとか打たれてたら、もう今日試合終わってた可能性あるけど、この時点で。うん。だけど、ここでしっかりゲッツー、狙い通りよ。ほんとカットボールで狙い通り取れてるっていうのは、ほんと素晴らしいなと思います。で、これ6回表も、これワンアウトから、この牧選手ね、ライト前ヒット打たれて、結構厳しいボールだったんですけど、打たれて。で、ワンアウト1塁で佐野選手、これもね、さっきゲッツー打ってるじゃないですか。な、外のカットボール打ったって言ったでしょ。で、次は、インコースのストレート、インコースのストレート。で、フォークボールっていうところで、またセカンドゴロゲッツー取るんですよ。これ今日3個目。佐野選手からしたら地獄やと思うよ。ほんとに、2打席連続ゲッツーって地獄やと思うよ、ほんとに。で、6回裏ね、まあ、この回、ジャイアンツ点取った回なんですけど、これね、実はね、本当に、点取れたから良かったものの、マジで大きな分岐点やなっていうところあったんですよ。これ先頭の丸さんがセカンドゴロ打ったんですけど、牧選手が逆シングルで取って、ジャンピングスローして、一塁アウトになるんですよ。うん、リクエストで、アウトになるんですよ。はじめセーフって言ってたんですけど、リクエストして、アウトになったんですよ。で、これ、僕、その時、見てた時に思ってたのが、うわ、これ点取れへんかったら、これ、今日の大きな、なんていう、分岐点になるぞっていうふうに思ってたんですよ。ただ、この次のバッターのオコエ選手が、ライトへ二塁打打って、で、中山選手がセンターフライ倒れるものの、ツーアウト二塁から岡本選手のセンター前というところで、この回1点取れたんで、マジで良かったんですね。これもしこの回点取れなかったとしたら、このリクエストでアウトになったっていう、この牧選手のプレーが、めちゃくちゃでかいプレーだったんですね。だけど、まあ、ここで1点取れたっていうのは良かったな、マジで良かったなと思います。ただ、これ1点取って1対1で追いついて、で、球場もブワー盛り上がってきたんですよ。うん、マジで盛り上がってきて、ジャイアンツいけるぞっていう感じになったところ、で、これ7回表。これ先頭のオースティン選手にホームラン。これもね、めちゃくちゃ重要な場面なんで、これ配球ちょっと見ていきたいんですけど、これね、正味、マジで嫉妬なんですよ。これ今日唯一の嫉妬と言っても過言ではないぐらいの嫉妬。うん。これ見てもらったら分かる通り、ツーシームインコース行って、ツーシームインコース行くんですよ。これでワンワンになるんですね。で、フォークボールがちょっとこう引っかかってボールになりますと。で、ツーボールワンストライクになるんですね。で、ここで、誠司さんは、インコースのツーシームもう一球行ったんですよ。もう一球要求したんですね。ただ、アウトハイぐらいにバーンって抜けて、とか引っかかって、
で、オースティンがそこ得意やから、パーン打って、右中間か。右中間にホームラン打つんですけど、これ、なんか見覚えあるなと思ったんですよ。そしたら、阪神との一戦目の時も、このアウトハイの球をパーン打ってタイムリー打ってるんですよ。オースティンがね。だから、ここのアウトハイぐらいの球っていうのは、多分オースティンからしたらスイートポットなんですね。スイートスポット。うん。まあ、ホームランバッターによくある、この、ここにボールが来たら、マジで、ホームラン打てるっていうところなんですね。だからそこに投げ込んでしまったというかね。まあ多分今日見てたんですけど、唯一の逆球ぐらい。こんだけはっきりわかる 逆球って、多分この球ちゃうか、この球だけちゃうかぐらいのね、逆球で、失投いってこれホームランっていうところで、これは悔いの残り1球やったなってマジで思います。本当に。でもただ、これそうやって言ってますけど、まあ結局2点で抑えてるんで、結局ね、全部最小失点やし、1点1点の2点やから、うん。だからもう攻められないよね。もう出せんよね。どう考えてもね。うん。で、これ8回表にも、これ梶原選手もね、セカンドゴロゲッツだって、これ今日4つ目ね。うん。で、これ8回裏。はい。あ、8回表か。8回表、梶原選手ゲッツね。で、8回裏も、これピッチャー伊勢投手出てくるんですよ。で、これもね、本当にめちゃくちゃでかいプレイだと思うんですけど、これ先頭の丸さんが、これライトフライ打つんですけど、これ、梶原選手が前出てきて、ほんまに球際のギリギリのとこで、もうほんまグローブからボール出るんちゃうかぐらいの、こんな感じで、キャッチするんですけど、これがもしヒットだったりとか、こう前に落ちて、例えば後ろに反らしてたとしたら、また話変わってくるんですけど、これで取られるっていうところね。うん。で、ワンアウトからもこれ、オコエ選手がサードゴロ打つんですけど、めっちゃ打球パーン跳ねたんですよ。跳ねたんですけど、これ、宮崎選手がジャンピングキャッチしてファーストでアウトするっていうところで、守備めちゃくちゃ硬いんですよね、ここに来て。マジで激硬なんですよね。本当に抜けてもおかしくないとか、そういう打球2回連続来てるんだけど、それをしっかりこう阻止されるっていうところも、なんかこう、ジャイアンツの隙のなさというか、なんか負けるべくして負けてんな、みたいなところあったんですよね、今日ね。で、最後9回裏ね、まあ、ケラー出てきて、まあ、佐野オースティンにフォアボール出しますと。もうこれ雰囲気悪いですよと、普通に。で、ワンアウト1、2塁で宮崎選手、相性めっちゃ悪いんですよ、ケラーね。はい。で、ここで、めちゃくちゃいい打球なんですけど、5-4-3のダブルプレイ。これ5つ目ね。はい。取って、いい、偏差数5つ取るも負けるというところですね。まあ、ただし、ちょっと言いたいのが、この9回ケラー出てきましたけども、やっぱりフォアボール2つは余計やし、正直ね。9回裏逆転しようとしてる、時に、やっぱりこう、その前の回の守備のそのリズムとかって結構その最後に影響したりするんですよ。だから、ここで例えばケラーがポンポンポンって3人でパンパンパン終わってたとしたら、もしかしたら9回裏、点取れてたかもしれないんで、そういう本当にちょっとした流れって野球ってマジであるんで、そこはちょっと本当に、ピッチャー陣はね、意識してほしいなと思います。はい、そんな感じで、まあ、今日負けちゃったんですよ。で、僕ははっきり言って、マジで予想外。マジで予想外なんですね。はい。何言おうかな。ほんと、どうやって言えばいいかな。本当に、僕3連勝するんかなと思ったんですよ。ほんまはっきり言ってね。DNA のファンの方には申し訳ないけど、はっきり言って3連勝するかなって。どう考えても、ピッチャー有利やし、まあ野手ちょっとまあ直樹さん怪我してるけど、まあシーズン中もヘルナンデスね、怪我して、それをみんなで乗り越えてきたみたいなのあるから、まあいけるかなって感じはあったんですけど、やっぱ野球ってわからんね。ほんまに見てて、僕何十年も見てるけど、何十年というか、まあ野球始めて何年あるかは知らんけど、もう6歳、7歳ぐらいから始めてるから、まあもう20年以上になるんだけど、でも、やっぱりね、本当に、ある意味面白いなと思うし、でももし明日ほんまにグリフィンで負けるようなことあったら、もうやばいなって、本当にいよいよやばいなっていうところがあるんで、だから明日ね、グリフィンをどれぐらいやってくれるか、もう打線がね、ほんとどうやって打ってくれるかっていうね、ほんともうカズマの打順いじるかぐらいのね、感じだし、今ね、ほんとに4番ってやってるけど、ずっともう2番とかにしてもいっちゃうかなとか思うけどね、正直ね、もうそれぐらい回す、それぐらい極端なことやっても面白いかなと思うけど、まあ、おそらくまあ4番で出場すると思うけども、うん。まあそんな感じで明日は、まあピッチャーはね、どっちにしろ抑えてくれてるんで、どっちの試合もね。だからバッターがどれだけ奮起できるか。うん。っていうところをまあ明日ね、期待したいと思います。はい、もう泣きそうっす。はい。もう泣きそうなんで今日終わっておきます。いつもありがとうございます。いつも、これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日終わっておきます。じゃあね、バイバイ。